テレマグブの模型1時10分スケールの模型。テレマグフは、ベネズエラ工科大学で1967年に開始され後に、アンデス大学に引き継がれた進行中の研究計画である。開始以来、ベネズエラ政府による電磁気鉄道の研究として進められた。この概念は著名な科学者であるハンバート、フェルナンデス・モランによって1989年に支持された。 テレマグフは駆動に機械的な摩擦や通常の列車のような案内が不要な陸上大量交通システムである。このシステムの主な概念はリニアリラクタンスモータで推進、案内、浮上を行うことである。このモータは回転式モータと同じ力を使用するが車輪に回転力を供給するための機械的な変速機は備えず、 代わりに、これらの力は、車両と軌道の間に直接供給され、機械的な摩擦と摩耗を低減する。同様にテレマグフは、車輪と軌道との間の摩擦に依存しないので通常のシステムよりも急勾配の傾斜を登ることができる。テレマグフの作動原理は磁力をとにしているが軌道と、車体の間に、電気的な接点があるので正確には、磁気浮上鉄道ではない。 この理由は通電しない軌道によって建設費を抑えるためである。初期の開発を主導したマキシマ、ガルシア・シュクレ、アルベルト・セラ・ボールズ、カルロス・ガゴ、ブスケの3人1967年、ベネズエラ工科大学の研究者たちは、ベネズエラの複雑な地形で急勾配の路線で運行されるより、効率の優れた輸送システムに関して、研究計画を開始した。 一例として、カラカスラ・グアイラ間の路線はわずか10キロメートルで、標高差が800メートルである。この路線はベネズエラにとって、重要な空港と港が、ラ・グアイラにあるので、とても重要である。熱心に説明に耳を傾けるチャベス大統領終始、ご満悦の様子だった。 ラウル・アイゼウス・バッドエル将軍とテレマグフの作業グループは2006年12月28日に、ウゴ・チャベス大統領にテレマグフの1、7スケールの試作機を発表した。大統領は、この計画の恩恵を確信し、交通大臣に相当する閣僚と防衛大臣に相当する閣僚と、 ベネズエラ国鉄の総裁にこれ以上の鉄道の建設を止め努力と予算を振り分けるように指示した。支援はテレマグフの最初の1キロメートルの建設をできるだけ早く開始することである。それはベネズエラにとって完全に作られる初の大量交通システムになる予定である。電磁列車は安全な大量交通システムである。モーターの設計により脱線は 不可能である。自動車や飛行機のようなシートベルトは不要で列車の走行中、速度にかかわらず乗客はいつでも車内を自由に歩き回ることができる。テレマグフの車両による電磁場への露出は世界保健機関の定めた許容水準を下回る。長年、鉄道は最も環境に優しい交通機関だった。さらにそれらは、 この種の交通への投資は新技術の開発を刺激することにより経済成長を促進する唯一の交通機関である。これらの理由により交通渋滞や大気汚染を減らすために清潔でより安全でより早くより高効率な交通機関を実現するために研究する必要がある。電磁式鉄道は完全に電気で走り、 直接の汚染物質を生じないので最も環境に優しいシステムの一つである。同様に、高架式、モノレールシステムは環境への影響を最小に抑えて、山岳地帯を登る能力を有する。これにより、従来の鉄道よりも、この種の軌道の建設において、土木工事が少なくて、済むので、ベネズエラの脆弱で豊かな生態系に適応できる。 平地や山岳地帯に建設する場合、暴力的な気象によってもたらされる洪水や地滑り、等の自然災害に対して脆弱なので将来の鉄道は高架上に建設される。これまでにカラカス・ラグアイラ間カラカス、バレンシア、ラセーベ、ラフリア、エルビジアの各路線が洪水や地滑りの被害を受けた。輸入された鉄道は再生しないが、もし、 ベネズエラが独自の鉄道を建設すれば整備、延長、改良を保障し、技術的な主権と独立を統合することができる。この計画の進行は国威発揚的な意味を持ち合わせており、実物大の試験機はまだ製作されておらず、模型による実験段階では技術的な実現可能性の評価が不十分で、経済性や必要性の調査も、 不十分な状態で計画が進みつつある。この調子で計画が進行すると、他の日の目を見なかった、計画の二の輪立ちを踏む、可能性がある。ありがとうございます。